ラッシュ。まあそうだよね、まだ私も食べてない。イエーイ。やだ。
助けてください。これはちょっと違う。違う違う違う。私も朝だから起きてないんですよ、頭が。そうそう、そういうことにしとって。滑ったとかそういうことじゃないからね。頭が起きてないんよ。ですよね。ああ、はい、起きてないから滑ったことを理解できない。いや、違いますよ。違いますよ。いや、起きてないんですよ。やっぱね。やっぱね、その頭をね、私たちもこう叩き起こさなきゃいけないのでね、のでね、うん、よし、残り2曲は結構振りコピーしやすい曲を持ってきてるので、皆さん一緒に楽しんでいけますか？起きて起きて今腰が砕けそうになりました。行けますか？おかしいな。行ってみます？とりあえず行ってみましょう。そうですね、はい。それでは続けて2曲聴いてください。アクペラのマツリックス。You got it.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは最後に告知をさせてください。この後はグラフさんでライブに出演させていただきます。イエイ。そして5月2日と3日は広島に遠征に行かせていただきます。広島までぜひついてきてください。お願いします。お願いします。はい、そしてこんななんかすっごい空気の中言うのもなんなんですけど、私たちはタラマ TIFF2022 に挑戦していて、見事決勝ライブまで進出することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、その決勝ライブの日程が5月28日土曜日にスカラ S パシオさんの方であります。はい、そちらのチケットなんですけど、先行発売であった抽選で当たった方と、今発売されてる30日から の一般のチケットご購入された方には、チケットがですね、これ5000円ちょっとお高めのチケットなんですよね。それでアクアプラネット予約してくれた方にはその5000円分の特典券をプレゼントいたします。はい、わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょいです。はい、現地でですね、ぜひ応援していただきたいのと、もうどうしても来れないよって方はですね、ショールームっていう配信アプリがあるんですけど、そちら入れてるよって方はですね、ぜひ応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。すごい、みんなは分かったかな、ちゃんと。すごい、ちゃんとラジオ体操してるの、めっちゃ重いですね。ちゃんと覚えてるから、今何してるからね。いや、偉いですね。はい、それではこの後の特典会でお待ちしてます。それでは以上、私たちアクアプラネットでした。ありがとうございました。腕を斜め上に、1、2、3、バイバーイ。バイバーイ。6、腕と足の運動。はい、1、2、あ、違う、3、バイバーイ、4、5